こんにちは、ポポです。皆さん、馬は好きですか？馬ってすごくかっこよくて、どこにいても様になれますよね。そんな馬と景色が一緒に楽しめる絶景穴場スポットがあるので、ぜひ紹介したいと思います。はい、今回紹介する場所は、開門山麓自然公園といいます。鹿児島県指宿市。開門川尻にあります。天気がいいと気分が上がりますよね。こちらで入場料370円を払って入ることができます。入り口入るとトカラ馬が飼育されています。たくさんいますよ。ちょうど餌の時間でした。一気に餌に向かってきました。おっと、喧嘩してますね。気性の荒い馬は襲ったりもするので危険です。子供たちも最近生まれたらしく、とても可愛いですよ。すごく牧草を美味しそうに食べてます。子馬が一人でもぐもぐと食べてる感じがたまりませんよ。すごく癒されます。触ってみたいんですけど、警戒心が強く近づいてきてくれませんね。車で上の方に上がる途中にも、たくさんの馬たちがあちらこちらで草を食べてのんびり過ごしていますよ。こんな広い場所で飼われている馬はすごく幸せでしょうね。人間慣れもしているので、自ら寄ってくる馬もいますよ。意外と近くに来たら大きいのでびっくりします。開門岳目の前に綺麗な草原と馬がすごく映えて、見事な写真が撮れること間違いないのでおすすめです。そんなにお腹空いているのかって思うほどずっと草を食べているのがなんだか面白いんですよね。どっから登ったんって思う馬もいますよ。自由に過ごしてます。ほんと見てて飽きないので、ずっと見てられますよ。散歩してるだけでも気持ちいいし、リラックスした空間を味わうことができます。続いては僕のおすすめの絶景スポットを紹介します。あちこちに馬が行き来していますね。食べ過ぎててお腹が膨らんでいる馬も多いです。見てください。こちらがここの一番の見どころ、絶景スポットです。海と緑と馬との組み合わせが最高すぎます。初めて行った時は鹿児島じゃないかと思うほどでしたよ。開門岳も目の前に見えたり、海も目の前に広がり、なんとなく宮崎の三メッセに似てる気がしますよ。いやー、本当にたまりませんよね。風も気持ちいいし、天気もいいし、綺麗だし、文句なしのスポットです。僕は馬が大好きなので、見てるだけでホッとするんですよ。なんか幸せな気分になります。この広場も馬と一緒に乗馬したいですね。続いてはこちらも景色が綺麗に見えるスポットなんです。先ほどよりもさらに高台から見てるので、よりもっと全体が見渡せる場所になります。鳥のさえずりなどがよく聞こえてきて落ち着くんですよ。こちらまで来るとさらに開門岳が目の前で豪快に構えてます。最後に、ここはゴルフ場があるんですよ。ぜひこんな素晴らしい景色を目の前にゴルフをしてみてはいかがでしょうか。鹿児島の中でもここはおすすめスポットなので、ぜひ皆さんも足を運んでみてください。ポポでした。チャンネル登録よろしく。